工場で働く。エリーヌが目覚めた時、まだ夜明け前で白っぽい光が窓から差し込み、涼しい風が入ってきます。部屋の嫌な匂いは消えていません。みんなを起こさないように気をつけて、ペリーヌは服を着て外に出ました。ああ、なんてすがすがしい空気。ペリーヌは深呼吸して、それから足の向くままに歩き出しました。やがて太陽も昇ってくるでしょう。しばらく行くと、沼のほとりに木の枝や葦で作った小屋が立っているのに気づきました。冬の間、水鳥の漁のために使う小屋のようです。まあ、あそこなら誰にも見つかりそうもないわ。近づいてみると、下に葦や草の葉がふかふかと敷いてあり、しかも小さな島の上に立っているのです。おまけに倒れた木の幹がちょうど橋になっています。とても素敵な家だわ。今出てきたあの部屋に比べたら、ずっとずっとマシじゃない。ここなら静かでいい空気を吸って寝ることができるわ。ペリーヌは敷き詰めたシダの上に横たわって目を閉じました。太陽が昇ってきて、沼の鳥たちがひときわにぎやかに鳴きました。工場が始まる時刻なので、ペリーヌは村へ帰りました。従業員たちが家の戸口で立ったままスープをかき込んでいます。時計が鳴ると、男も女も子供も一斉に工場へ走り込んでいきます。ペリーヌはロザリーと一緒に工場に入りました。あれが痩せ男っていう上役さんよ。あなたのこと頼んでみるわ。痩せ男は人々が工場に入るのをじっと見張っていて、少しでも遅刻すると厳しく注意するのです。そのうち社長さんも来ました。社長さんの甥のテオドールとカジミールをロザリーが教えてくれました。新米のペリーヌは織物の原料を運ぶトロッコ押しに決まりました。ペリーヌは心配でしたが、ロザリーが大丈夫と励ましてくれました。確かにトロッコ押しは優しい仕事です。でも一日中押したり止めたりするのはとても疲れることが分かりました。しまいにペリーヌは早く仕事が終わればいいと、そればっかり考えていました。私と年も力も同じ娘たちが文句も言わずに頑張っているのに、とペリーヌは自分が恥ずかしくなりました。突然叫び声が上がりました。ロザリーが誤って機械で怪我をしたのです。監督が駆けつけたペリーヌに、ロザリーを痩せ男のところへ連れて行くように言いつけました。痩せ男はロザリーがずる休みするためにわざと怪我をしたと言わぬばかりの口ぶりです。仕事中に鏡なんか覗いているから、そんな怪我をするんだ。そんなことしません。うっかり指が滑って巻き込まれたんです。ロザリーは泣きながら言い返しました。そこへ社長さんがたまたまやってきて、どうしたのかねと聞きました。私はフランソワーズの孫娘のロザリーです。指に怪我をしたんです。とても痛むのかね。そんなにひどくはありません。ではなぜ泣いているんだね、ロザリー。だってひどいこと言われたんですもの。よろしい、すぐに家に帰りなさい。医者のリュションを行かせるから、と社長さんが言いました。社長さんってとてもいい人だわ、とペリーヌはそこを出るときにロザリーに言いました。フランソワーズの孫娘ってのが聞いたのよ。だってフランソワーズおばあさんはエドモン様の乳母だもの。あの方はエドモン様のことしか頭にないのよ、とロザリーが気の毒そうに言いました。ペリーヌの悩みは
今夜もあの息の詰まりそうな部屋で寝なければならないことです。あんな部屋では眠れないし、そんな夜が続けば体が弱って病気になってしまうでしょう。だから沼のほとりの緑に包まれた小屋のことを考えると、ペリーヌはつくづく懐かしくなりました。一度その気になると少しでも早く行きたくてたまらなくなりました。ペリーヌは夕食のパンを買って下宿に戻らず小屋へ向かいました。従業員たちが道を歩いているので、すぐ小屋の方に行ったら見つかってしまいます。誰もいなくなるまで待っている間に、ペリーヌはカバの木の枝でほうきを作りました。小屋に忍び込むと、床や壁や天井などあちらこちらを掃除しました。沼の葦の茂みから水鳥たちの鳴き声や羽音がしきりに聞こえます。夕食が終わると、さっきまで鏡のように光っていた沼の水はすっかり暗くなり、もう寝る時刻です。ペリーヌは最後の用心に陸と島との間の橋を取り除けておきました。こうしてペリーヌは小さな島の女王様になったのです。